はい、それでは今回はショートゲームのスキル、プロゴルファーの土屋丈です。よろしくお願いします。基本的にショートゲーム、女性は特にこうショートゲームアプローチですね、寄せてなんとかリカバリーしてスコアを縮めたい。もちろん男性もそうだと思いますけど、女性は特にショートゲームが鍵になってくるんじゃないかなと思います。その中で今日は手打ち、本当はよく皆さん手打ちはダメってよく聞くと思いますけど、今日はあえて正しい手打ちを僕の中では説明していきたいと思います。なぜ手打ちが大事なのか、よくプロゴルフの中継見てた時に、解説の方が正面インパクト、今よく正面インパクトでいい形で触れてましたねってよく耳にすると思います。正面インパクトしてるということはアドレスの体の向きでインパクトしてるということです。体も開かずにインパクトしてるということの中で、正面インパクトして胸がボールを向いてる時にクラブを動かしてるということは、基本的に胸は手打ちになってることを僕は考えています。その中でこの動きですね、正面でインパクトしています。これは僕の中では正しい手打ちだと思っています。メトロノームが僕だとして、左右対称にクラブが動けば必ず最下点でボールが当たることが正しいと思います。それをちょっと実践でやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず中心にボールを置きます。足を閉じたまま、その中で一歩ずつ開きます。今ここにボールが左右、ボールの位置に対して左右対称にボールが置かれてます。ここを大きい時計だとして7時、5時、これは僕の時計なので皆さんにとっては違うかもしれませんけど、左右対称に振るってことが大切だと思ってください。この中で左右対称に振る、先ほどのメトロノームの話をしたように左右対称に振ることで、ボールのところにボールが中心にあれば最下点が自然にクラブが降りてきてボールの位置に当たるようになっています。これで正しい手打ちを覚えていきたいと思います。ちょっと言っておいてみます。開いて7時、4時、これ手打ちに見えると思います。でもこれは僕の中では正しい手打ちだと思ってます。間違った手打ち説明しますね。間違った手打ち、なんで皆さんが手打ちがダメだっていう理解をしちゃうのか、それはクラブを上げた時に必ず体から動きます。上半身から動きます。で下半身は止めてあります。このまま手打ちをするから左に引っかかっちゃいます。決して腰が止まってるからだけではないです。体の向きがこの状態、トップを上げた時に体が必ずこうなります。これがよく体を開く、アプローチの時点で体を開いたら、もしショットにつながっていく時にはもうすごい左に飛んじゃいます。必ずインパクトした時には必ずクラブが肩のラインにこう合ってる、この中でインパクトしてヘッドを前に行かせたい、左右対称ですね。必ず正面のまま、肩が開いてクラブだけ降りるのが悪い定位置で、腰を止めてるのは基本になってくるので、必ず腰のせいじゃないです。腰を動かすと体もついてきちゃいます。必ず腰を止めて胸の正面ですね、これを捉えるイメージをすれば、必ず胸の体の正面でインパクトを覚えることができます。この中で左右対称なんで、こちらの映像から見て分かるように左右対称です。間違って上げてしまう人、こっちから見たら左右対称に見えるかもしれないですけど、間違っちゃうとこっちにクラブが入って、こっちにクラブが入ったら、もうこの時点で左右対称じゃないです。必ずここにヘッドがあったら左右対称なんで、ここにヘッドが来るはずなんです。これがここにクラブが上がっちゃったら、こっちにクラブって上がってきちゃう、フォロースルーが来ちゃう。この時点で左右対称じゃないです。そこも必ず注意してください。上げるポイントも必ずグリップからヘッドが中に入らない、こっちもグリップからヘッドが中に入らないです。開いて、何も使ってません。胸も正面、腰も使ってません。でも球は全く曲がってません。これをどんどん大きくしていきます。前だいたい僕の7時5時でだいたい5ヤード、ちょっとインパクト強くして7ヤードぐらいです。これをだいたいグリーン前だったらもう7ヤードぐらいのことってすごい多いと思うんですよね。でもちょっと離れた10ヤード、15ヤードぐらいになってくると、少し振り幅を大きくしていかなければいけません。同じです。1つずつ開いて、今度は8時4時、これも左右対称です。ここにボールを置いてあります。等距離です。これもメトロノームになります。8時から4時、8時まで上がったら必ず4時で止めてください。8時4時、さっきと全く同じ動きです。ただ振り幅が上がってるだけ。今下半身も使ってませんし、先ほどの7時5時と一緒で、胸は必ずボールを見てます。そちらからの映像も曲がってないと思います。しっかりボールも上がってます。女性の方、特に初心者の方なんかは、胸を回そうとしたら必ずクラブが遅れてきます。ある程度ゴルフをされてて、なんとなくこうボールを捉えることがフェースで分かってる人は、胸を回しても綺麗に当たります。でも初心者の方、へそと、胸を一体化させて振るっていうと、大体の人が体を先行させます。体を先行させるから、クラブが遅れてきます。でヘッドアップします。でから腰も回っちゃいます。そしたらこっちからクラブ見たらインサイドアウトになっちゃいます。体が開けば必ずクラブはインサイドから降りてくるんです。そしたらこっちにしちゃいますね。そしたらよく出るシャンクになっちゃいます。シャンクは必ずクラブが遅れてきて、グリップがこういう形になっちゃう。左右対称じゃないですよね。もうこの状態でインパクトしてたら、アドレスをこうやって構えてると一緒です。最初からこう構えてるはずなのに、インパクトの時にここに戻ってこなければ、こうやって構えてる意味がないんですね。最初からじゃあこうやって構えて打ったら、それはもう右行くって大体の人が分かります。でも皆さん、シャンクする人は大体こうやって構えてるのと一緒の状態になっちゃうってことを理解すれば、必ずアドレスの位置にボールがクラブが戻ってくる、アドレスの位置にクラブが戻ってくるということを大切にしてあげれば、必ず左右対称にある意味手打ちで打ってることになるんです。もう一回間違ったりなんですね。7時に上げて肩からいって手打ちしたら左です。腰止めてます。7時に上げて肩がこっちに来ちゃった、こっちに来て手打ちしたら、分かります？胸、この肩のラインにボールが全部飛んでってるんです。これはねショットにもつながっていくはずです。7時5時8時4時、ここがよくビジネスゾーンってよく言いますけど、ショットの基礎です。アプローチはショットの基本になります。左右対称に8時4時、これをグリーン周りでやること、もちろんバンカーでも使えます。この状態で自信持って、なんかねこうプロっぽくね、プロみたいにこう腰使ってとか、確かにこの打ち方の方がかっこいいんです。でも大体こういうイメージをして皆さん失敗することが多いので、必ずこのまま胸の正面で下半身を使えばプロっぽくなります。上手い人に見えます。今下半身を使ってないから変に見えるだけなんです。必ずこの最初の手打ちで方向性を掴んでください。で下半身を使って柔らかく打てるようにしてください。それが応用編になります。それでは、今日のレッスンのおさらいをします。まず遠距離にボールいきます。時計ですね、7時5時8時10時、これが分かりやすいと思います。必ず中心にボールを置いてください。で左右対称に振ってください。8時4時までしっかり、この状態で、振ることによって、肩のラインが開かないでインパクトする。開いてインパクトしたら本当の手打ちになっちゃいます。左に引っかかっちゃいます。この状態で、打つことによって左右対称に振ることというのはすごく大切なことがよくわかります。一回やってみると本当に曲がらないので、ぜひやってみてください。このショット、この練習が、長いクラブにもどんどん生きてきます。僕は最終的にこれがドライバーまでできたらいいなと思ってます。ドライバーでも8時4時って言ったらまっすぐ行きます。必ずそれで下半身をうまく使って上半身と下半身のバランスを掴んでいけば、必然的に大きいショットも良くなってきます。アプローチだけじゃないです。それを皆さん頭に入れて練習していきましょう。